今日の試合について見ていきたいと思います。新谷さん、はい、敗れましたヤクルトの小川監督ですがね、はい、先発の赤川に関してまずあのぐらいのボールでは厳しいという話でしたね、はい、ブルペンでは良かったらしいんですがというコメントでした、はい、ヒットを打っても打線ではなかなかタイムリーが出なかったと、川端にヒットが出たことは良かったんですがあのエラーはいただけないと厳しかったですね、はい、で気になるバレンティンに関してですが、明日以降に関して何とも言えない、わからない、はい、様子を見ないとというコメントでした、はい、新谷さん、はい、原監督のインタビュー後なんですけれども、ね、やはりその攻撃面で 1,2 番のチャンスメイク、谷のいいつなぎもありましたと、はい、主導権を握れたのが良かったですと、でこれで貯金が20という20の勝ち越しになりましたけれども、はい、一つ一つこれからも積み重ねていきたいと、で最後にもう一トーン声を上げましてね、はい、まだまだ守るというものは微塵も欠片もありませんと、あくまで攻めの姿勢という原監督でした。そうですか、まあ、今日の試合が一つの象徴かもしれませんが、水野さん、簡単に安全圏内には逃げられないというのがこのシーズン通しの野球ですよね。まあ、そうですね、ですから、まあ、今日の試合なんかでも初回から、宮城が失点してたらまた違う、それを、まあ、ギリギリのところで抑えて、逆にジャイアンツの方はギリギリのところで点取ってるから終わってみればこういう点数ですけど、この一試合の中でもすごく凝縮したようなペナントをね、そんなに一気に6点取れるわけじゃないし、攻めるときにきっちり攻める、1点をやらないためにしっかり守るっていうことの積み重ねで終わってみればこれぐらいの点数なのかなと、で、まあ、8回9回でもピンチあるんですけども、まあ、別に緩めた采配するんじゃなくて全部の駒をうまいこと使いながら、でも出した駒が今一つの状態だったらまた後に送り出す、はい、また駒があるっていうあたりにジャイアンツの層の厚さを感じましたね。そうですね、またグラウンドは少し雨が落ちてきているようですが、そんなことは気にもしない元気な子供たちの姿があります。おそらくこの子供たちも今日はグローブを受け取ったんでしょう。まあ、小さな積み重ねが、まあ、大きく勝敗の面を分けるという今日のゲームになりました。ですね、まあ、ですからもう原監督もおっしゃってますけども、はい、あと 6試合オールスターまでしっかりきっちり一試合一試合を戦っていく、もうそれだけだと思いますね。打ったヒットが同じ11本なんですが、残塁が巨人6、ヤクルト14というような数字、そうですね、このあたりがその積み重ねの差というものが数字となっても現れています。ジャイアンツはピンチを作りましたが、宮國これで復帰後2勝目2連勝、4勝3敗と1つ自身の白星が上回ってきました。盗塁失敗がありましたが、鈴木の盗塁で地元ファンが沸くというシーンもありました。山形で福島で巨人がファンを沸かせて連勝です。6対2で巨人がヤクルトを下したゲームです。あ、お立ち台で宮國に何か阿部が声をかけてというシーンもありました。まあ、宮國があとはこれをきっかけに本来の投球をいつ取り戻すかということになってくるでしょうかね。まあまあ良かったり悪かったりでちょっとまだフラフラしている部分はありますけど、やっぱり勝ち星はやっぱり先発ピッチャーにとっての最高のこういい薬ですからね、はい、まあ、いいボールもできてきてるんで、まだばらつきがありますけどね、コントロール、そうですね、徐々に修正して本来の宮國投手に戻ってきて、しっかりローテーションを守ってもらいたいと思いますね、はい、そしてサインボールを取った子供はカメラに向かってこの表情です。後ろの子も配られた黒いグローブを持っています。グローブもらえてボールももらえて最高でしょうね。最高なこう思い出にしてほしいですね、子供たちにとってね。また次いつこの球場で巨人戦があるか分かりませんけれども、はい、間違いなく子供たちも語り継ぐようなそんな試合でしょうかね。いい思い出になったと思いますね。そうですね、一足早い夏の思い出ということになりそうです。ジャイアンツが6対2でヤクルトを下しました。解説は水野勝人さんでした。この後はジャイアンツのホームランセレクションです。